こが固まってるだけかな。もしかしてこれが重いのかな。
とりあえずそしたら、あれだね、あの誕生日を迎えて、はい、抱負を。抱負ですか。誕生日を迎えての抱負はですね、まあ、30超えたもんですからね、あの超えたのはとっくに超えてたんですけど、だんだんね、ちょっとね、元気がなくなってきたのね。30で元気がない。いやでもね、体力勝負の仕事だから。体力勝負の仕事だから。まあ、子供と今までは走り回っててもね、午後まで体力持ったんだけど、最近ね午前中散歩頑張っちゃうと、午後結構くたばっちゃう。でもあれしょ、今度立ち位置変わったからいい、ね。あ、そうね、まあ、ちょっとあの変わる仕事が内容が変わるんですけども。担任がないから。担任なくなる。少しだけですけどね。それでね。あの1年間バッチリやったら、あ、お一人前じゃんって感じだね。まあちょっと頑張りますけどもね、分かんないまま迷走しますけど、まあとりあえずこう健康維持をねちょっと頑張んなきゃなっていうのと、最近ねやっぱ太りやすくなってきたから、ね、体重落ちなくなってきてね、余計なお肉がねついてきたからね。で食生活がねなかなかね改められないね、我が家のママのこと笑えますよ。ママのこと笑えなくなってきましたね。今までやいママデブって言ってた。だんだん自分もデブになってきたので、人様のこと言えなくなってきたので、まあちょっとね、ね、ウォーキングしたりとかね、ストレッチしたりとかね、ちょっとやれる範囲でね、無理なくね、続けてやれることをね、頑張って、健康維持をしたいなと。で、できたらね、体力向上できたらいいなって、落ちちゃってるからね、せめて元に戻るぐらいまで、ね、頑張れる。ジムとか行かない。ジムとか疲れちゃう。それ入れるから、ね、ジムとか。ね、ここで言うのはなんだけど、あの厚生労働省対経済産業省の戦いで、あ、そうなんだ、経済産業省はもげることしか書かれてないんだけど、あ、柏さん、ああいうところって、自民党のさ、あんまり言い過ぎると放送ピー入っちゃう。だから俺はほら自分の職業からそういうの命令が来るじゃん。だからごめん、汚いな、この間ね、あのほらそこ魚民があったじゃん、うんうん、食べたんだ、うん、ジム、うん、そうだね、ジムになってたね、そういえば。ライズアップかジェクサが多いのよ。そういうちょっとね、あのしっかりやんなきゃいけないの疲れちゃうから、あの程よく、そうね、程よく行きたいな。どっちかっていうともともとストレッチとかの方が好きだから、うん、ほらチョコザップみたいな、自分で勝手にちょこっとできるのか、うん、あんじゃん、それを強制しようとしてる。だからみんなそうだったらできるとか思っちゃうよ。だからみんなピー入るからね。それは術にハマっちゃってるの、はい、国の国策ですよ。そういうわけね、そんなわけで健康維持を頑張りたいなと、まあ、ちょうど多分体調がね、こうホルモンバランスとかも変わってくる頃なんでね、いろいろとね不調が出てくると思うんで、まあまず何よりさ一番大事なのは、うん、このチョコザップやることじゃなくて、うん、歩くことや、そう、ね、歩かないといて、ね、そんなこと言っててもだからもうそこら辺が厚生労働省と経済産業省、またこういうところ、まあ、とりあえず有酸素運動しましょうということで。そういうことね、はい、するに至るとでございました、はい、でじゃあそしたら、うん、まあ、一応演奏もするってことで、うん、とりあえず今日はミキが選曲するっていうんで、うん、まあ、あのやるのは2曲ぐらいだけど、うん、ミキがじゃあバンドの曲の中でこう気に入ってるベスト3、ベスト3、なんか気に入っているというのとまたちょっと違うかもしれないけど、思い出、うん、っていう部分で選ぶと、まあ、まず1曲目は風の吹く森かなっていうところで、まあ、風の吹く森はやっぱり初めて自分が物語をね書いて、まあ、今の組曲構成の形に近づく元になった部分で、まあ、その時はねパパが歌詞にまとめてくれたけど、まあ、一番こうきっかけとして自分の中で自分でストーリーを考えてお話展開をしていくっていうのの、うん、最初の曲、そうだね、うん、だったので、しかもあの曲はうん、有酸素運動だから、有酸素運動だし、しかもなんならこの3月に話題ぴったり、3.1 日の後のね、あ、うん、あのう、ね、被災者の募金のための活動にもちょっと参加させてもらったっていう、ね、録音し直してね、うん、やったっていうことで、まあいろいろと思い出がある曲だなっていうところで、風の吹く森がまあ1曲目に上がってくるかなっていうところですね。でベスト2がですね、ホワイトファルコンかな。なんでかっていうと、あの曲がうんぬんっていうよりも、自分が幼少期にパパたちが演奏してたワンダーボーイズの曲調を引き継いでるっていうところで、まあ、自分が一番耳なじみのあるメロディーっていうのかな、うん、演奏っていうのかな、今のうちに
練習してる忘れちゃったよね。そうちょっと練習しないとすぐ忘れちゃうね最近ね。で3曲目やで、あ、まあそうね、ホワイトファルコンはそんなわけでパパたちが自分がね幼稚園とかの、時代の時にずっと演奏してた曲調と引き継いでるね伝承されてきたメロディーということで、伝承ね伝承されてきたんです。そんな大げさなもんかというわけでね、2曲目はホワイトファルコンで、何を考えたら結構いい曲になるよね。そうそうそう、まあでもキャッチーなんだろうね、それもまた、ね、誰だったっていうのミスだね。それからノリがいい曲なのに、あの普通でさ、だってわかんないけどメジャーサンクル変だよみたいな、こういうね得意のパターンですね。メジャーセブンとかマイナーセブンとかさ、必要はないのに、でもなんでかサビは無理下がる。そうそう盛り上げ続けない、転調して下げる下げる、あれみたいなね、ちょっと歌いにくいっていうのはあるけどね。まあでもそれもまたね、まあワンダーボーイズの時のカラーも引き継いでるのかなっていうところで、まあ自分がこう一番聴いてた、曲のイメージっていうことですね。ベスト3の3はですね、まあやっぱり自分が一番最初に歌った曲ということで、アンドミーかなそうね、まあ、最初この時はねボーカル続ける気はさらさらなくてね、ただお手伝いで、まあ、デモテープ的なね、まあ、こんなに歌下手でもボーカルやれますから、ボーカルの人どうですかって募集のためのねデモテープみたいな感じだったんですけどね、まあ、でもこの曲も本当に CD に載っけてもらったりとか、あと、ね、本でね、本となんかなってた、あ、違う、本当のやつは違う、本は違う、あれはセブンティーン、はい、そうじゃなくて、なんか CD のなんかいろんなアーティストさんと一緒になんかなんだっけ、コラボ CD、なんつうのあれ、なんだっけ、みんな集まって、あ、そうそう、あれはひどくてね、あ、もうコンプレッサーかかりすぎてさ、ぐっちゃぐちゃに、誰かがあれ直したんでしょ、そう、向こうの業者の人がね、カッチャカチャの音だったね、もうコンプレッサーかかりすぎてこちょこちょに潰れちゃってる、なんかダンエレクトロのあの音を出したかったすげえダンエレクトロだって音なの、まあね、そうね、でまあそれで初舞台もね、あそこのね、さあ、そうそうそう、シーサイドのね、シーサイドのね、中の野外ステージで、ね、特設ステージでやらせてもらったので、まあ緊張してても緊張が表に出ない、お買い物の皆さんみたいな感じで結構ね、2、3階のあのところのテラスから見てる人とかがいたりとか、ね、まあそういう思い出があってね、そう、強心臓のミキでもあの時はもう胃が口から出そうと思ってさ、いやいつも緊張してるんだけど、それをみんなが気づいてくれない、そういうふうに言ってるけど全然そう見えないね、いや俺の時のさ、俺の初ライブに比べたらなんて度胸座ってると思うよ、だって俺ね途中でおしっこしに行ったから初めてのライブって、俺人前で初めて演奏したんて中学の時の合唱コンクールで行ったんだけど、みんな終わってんの俺だけ終わってないなんでだろうなんかやりそうなだけにさなんか想像がつくよ俺こうやってバッて1曲目演奏し終わってさ、どうもありがとうございました。でだから顔面そばくんだって言って、演奏してもらえよって、喋るっていうのはもう恥ずかしくて、あれでもうね、うわ、どうすればいいんだって、もうトイレ来てもらっちゃって、ちょっとトイレ行ってくれやっちゃった。結構最近まで喋るのは苦手だった、人前で喋るって嫌なって、喋るって難しいよね、まあでもまあ何回かライブやってるうちにだんだん慣れてきたかもしれないけど、それでもまだちょっと苦手だね、でもね、なんで緊張しちゃうのかとかね、いろいろ思ったり、ね、そう、でもなんかさ、緊張しそうな場面で全然平気な時とかもあるじゃん、そうねとかそれもアドレナリンとかそういうやっぱりあれかね、人にいいって思われたいから緊張するのか、どうなんだろう、ね、それはそうだと思う、だからね、もう俺はそれから大失敗するに決まってると思って考え出したら、あんまり緊張しなかったよ、やっぱり一番良くないのはもうどうでもいいやって思っちゃって、それはね、人にやるのが一番いい、やばい、だからまあ目いっぱいやってみて、まあなんかちょっと自分でも面白いなって、自分が失敗した時面白いなって思えればいいかなって、
そうね、だから失敗したらやばいって思ってると余計緊張が高まっちゃう。それはある、ね、感じはあるから、あるね、うん、まあほら、あの楽しくやってる方が、うん、あの結果もやっぱりいいのかなと思う、うんうん、じゃあそんなわけでじゃあ1曲やってみましょう、やってみますか、ね、やってみましょうか、じゃあ風の吹く森からかな、やらないと終わらない、うん、そうだせっかくなので ね演奏したいと思います。いい？いいよ。Thank you.
ありがとうございます、風の吹く森でした。ございました。映ってた？多分映ってたんじゃないかな。だからね、結構おじちゃんと重なっちゃう時があるんだよ。うん、だからなるべくこの声に行くようにしたりしてたんだけど、うん、まあ時々重なるのがいいんじゃない。俺なんかもう、なんか自分でコーラスするので、ってやるのに精一杯だもんね。俺それ やろうとするとミスるからね、もう諦めたコーラスは。ここにスタンドマイクを一応立ててるんですけど、あの音量大きくするとはうっちゃうからね。そうそうそう、ちっちゃめなんで、ね、近づかないと。ええええって感じやさ。というわけで、うん、でもコーラスの時、多分パパの顔は隠れてる。ああ、いいんだよ、顔は別に。うん、ギターが映ってるわ。ギターが映ってるわ。あ、そうだ、ギターの話するって言ってなかった。あ、それ後で。後でいいの、うん、後でね。はい、じゃあ、じゃあ、おにぎりベスト2のホワイトファルコンいきますか。さっきね、ソロ忘れちゃうんだよね、これ。配信側でしかね、時間は見えないんで。よろしいですか。Thank you.
お色味すった、まあ、あのライブですからね、一応配信もね、あのいろいろありますね、はい、ちゃんとね、演奏してますからね。オケなのはあのドラムとシンセだけで、ね、俺もね、チョーキングしなきゃいけないとこ間違えちゃった、あチョーキング、チョーキングで出すとこの音を出したいって言って、焦るね、それは。あ、これチョーキングすってやばいそう、まだね、大丈夫、そういう時、なんとかね、急遽対応できるんだ。もうね、今年ね、6月で64になっちゃいますんでね、64って言うともう、老人イム、ね、65歳になったらね、もう前期ゴールしたと思います。早いね。ね、老人だよ、老人、ね。というわけで、ちょっと今度俺の話題でいいかな。うん、いいよ。そう、老人ということでですね、ギターがね、重くなっちゃったんですよ。めちゃめちゃなんか重くなっちゃうじゃなくて、重いの持てなくなってくる。そう。それでも、ほら、ずっと座って演奏するのは、ちょっとロックミュージシャンとしてさ、あっちゃいけないかな、みたいな。ああ、そういうこと。そう、だからロックミュージシャンとしてあっちゃいけない。やっぱ立ってやんなきゃいかんよねっていうさ。まあそうだね。でもさ、ロックとかって言っててね、そのロックギターが弾けるようになった理由っていうのがある。何じゃね、それはね、なるもしげるのロックギター目線なるほどね。そうそう、だからグレコカードがついてくれるんですね。そう、僕らはグレコのおまけであのギターが弾けるようになったわけですよ、僕たちの世代っていうのは。そう、村上なんかも大体そういう世代だよね。そうだね、だから俺から村上もうちょっと下ぐらいまで多分ね、そうだと思う。で、村上がね、あのスティーブ・ホックスです。そうで、いや、弾いてきて、そんなんだよね、そんな。でもね、これはね、あのカセットじゃなくて、テレビのコマーシャルね。でもね、あの鳴尾茂のロックギター目線ってやつ、あれはテレビのコマーシャルもそうだ。で、ちょっとこれまで、こんな感じでやってて、うん、それ聞いてて、うわー、ロックってかっこいいなと思って、やべ、こういう風に弾きてと思って、このカセットテープをできるようになれば俺はロックンローラーになれるかもしれないなってそう思ってね、毎日ね、努力したわけですね、中学生時代。その時なんで、ね、だからギターもベースも、うん、あの日本人が主流で買ったのはグレコ。そうね、そう。で、意外とさ、あの海外ミュージシャンとかのにもさ、うん、あのスペシャルモデル作ったりしてたね。あ、そうだね、あの、まあ、その頃はさ、あの良かったけど、俺のね、頃のグレコっていうのはそうじゃなくて、うん、あの高くていい音出るのは当たり前だ。だからギブソンやフェンダー買えばそれなりに音出るよね。でも安くで、あの負けない音ができるギターがいいギターだぜみたいなのを、あの鳴尾茂さんが言っていて、でもうそういう部分さ、そういうギターを作って。なるほど。で、あとほら、日本人に、あの合わせた、俺なんかもそうだけど、女の子と同じくらいしか手の大きさはない、背がちっちゃいからね。だからそうするとこういう細いね、細くってグリップもあの薄くってね、こう細くて薄い、あのナローネックって言うんだけど、そういうネックのギターの方が日本人に合ってないのとか。で、ボディなんかもちょっと薄かったり、材質がちょっとなんかもっと安い木でね、あの同じような音が出るような、一生懸命そういう努力をしていたわけだ、日本のメーカー。まあそのグレコっていうのは、もともとは本当は向こうのブランドだった、向こうのブランドだったものをその藤原が作っていた。なんだけど、その藤原がちょっとなんか失敗作を作っちゃって、失敗作を作っちゃったのを、神田商会が大量に買っちゃって、販売しちゃったのね。で、その日本国内で流通してるのを見て、そのパテントの問題があるじゃん。おい、どういうことだって言って怒られちゃって、で、あの藤原がそのパテントを買ったんだって。で、その藤原が、で、90年代ぐらいになって、そのパテントを、だから多分なんかどういうふうにかわかんないけど、無償なのかどうかわかんないけど、その富士源から神田商会がもらったと。というわけで、その危機的なのははっきりしないけど、俺がね、あ
れした時松本もグレコだったよね。それはね、だから富士見が委託してる。だからあくまでもブランド自体は、グレコっていうブランド自体は、その国内で作るのはね、その富士見が持ってたんだって、権利をね。なんだけど、それを、今はその、多分グレコゼマティスとか出たじゃん。あの辺りからじゃない。だから、それで作るのが富士見じゃなくて、てか、高いのは富士見で作ったかもしれないけど、ダイナ楽器で作るようになって、グレコ。だから自分も持ってたけど、なんだっけ、プロジェクトシリーズだっけ。あれはもう不思議な作ってる、うん、あれのね、ペプレベ持ってた、うん、タバコ3バース、ね、そう、グレコのベースってやっぱ鉄モデル、山内鉄モデルだね、うん、PGA とか初めて見たもんな、ね、俺自分で初めて買ったあの立憲バッカーのコピーは松本だった。あ、なるほどね、うん、そうそう、まあだからもう生産しきれないというか、うん、そういうのもあったんじゃない。であと高いギターを作るようになった。だからちょっと鳴尾しげるの考えとは違っちゃったのね。鳴尾しげるの考えではそれ、もっと安いギターを作ってるっていう部分で、今のグレコはどうなのかって、そんな安いギター、だから鳴尾ネックで安いギターで、これ普通のテレキャスターより一回りちっちゃいっていう、まさにその時代に言ってたイメージのギターで作ってて、あ、なんか大元のグレコに戻ったのかもしれないなっていうようなイメージを持っちゃいましたね。なかなかね、便利なところがあって、ね、はい、こんなね、こう L 字がさせるジャックになってたり、そのなんだろう、ネックがそうやってナローネックになってたりね、こんなんでハイポジションが引きやすいようにカットしてあったりとかね、なんとかね、その長い年月の間にあれしてるうちにこう元に戻ってきたのかなっていう、うん、まあ興味ある人は詳しく知りたかったら、たくさんの YouTube で出してるね。あ、ていうか今度のライブ来てねって、今度のライブでこれ使いますんでそう、これだからね、右用だったら、ね、6万円ちょっとぐらい安いみたいなんだけど、意外にね、使えるセラミックマグネットのピックアップで、まあ、ちょっと安くてダメじゃないと思ったんですけど、意外にね、いけましたそんな具合でございます。で、次のライブが、うん、4月2日、ね、日曜日、ね、日曜日、お昼にね、やりますから、3バンドで、やりますんで今回はちょっと濃いかもしれないね。ワンさんと、あと、うめえもん、うめえもん、ちゃんと正規うめえもん、あ、そうだ、うめえもんで出るし、ね、ね、それから、この間のライブでもう、うるせえやつな、ビンちゃん何をするんだかちょっとわかんないけどねなんかさ、邪魔してやるかなんかファンクとか言ってたけど、あ、そうなんだ、一人でファンク、一体どうなの、もしかしたらそういうギター弾くのかもしれない、うん、でもエリキじゃないっすよ、あ、そうだね、弾き語りでやるって言ってた、じゃあまあお楽しみに、こう期待でクエスチョンとか ね私たちもどうなるかわかりません、そんな感じでございますね、はい、というわけで、じゃ今ってどのくらいやったんだろう、ね、もうでも34分になってるね、あ、ほんと、うん、で最後にオイラね、オイラだって言っちゃった、いつもだって放送では気をつけて、おじちゃんからプレゼントもらったの紹介して、ああ、ああ、じゃあそれエンディングのテーマやりながらしようか、一応私の誕生日ということでね、おじちゃんからいつもね紅茶もらうんですけど、ここ最近このアーマットのねイングリッシュファーストティーをもらっていて、今回はさらにそれにこの可愛いファンのビスケットもらいました、イエーイだいたいあれだね、食べ物系、食べ物なんだもんね、それは間違いない、間違いないです私が喜ぶものなんだねというわけで本日ものんびりのほほんとわけのわからない配信をしました。最後までお付き合いくださりありがとうございました。次4月、ね、第1日曜日タクラクのサミザママイアンカフェでお待ちしております。お昼ランチライブやりますのでぜひお越しください。
ました。